陳近藤は、新末民初の政治家、経済学者、北京政府の要人。後に、中華民国維新政府にも参加した。字は、乱世。1885年、香港の工人学院に入学する。1890年の卒業後は、教員として、天津北洋大学堂に勤める。1901年、アメリカに留学し、コロンビア大学で、 理学修士号をエール大学で哲学博士号を取得した。帰国後の1906年、新庁の試験を受けて法制審司となる。以後、主に財政部門の役職を歴任し、託支部予算支支長統計局局長、平成改良委員会会長、大新銀行副監督などを歴任した。1911年10月、 現世外内閣のタクシブ副大臣に任じられている。1912年1月、南京の中華民国臨時政府において財政部総長に就任する。3月には、巨生盟らと国民共振会を組織する。9月、北京政府で財政部神経ところ総弁に任じられた。1913年10月、財政部中外財政員としてロンドンに駐在する。 1916年6月、断基ズに内閣で財政総長検証利外交総長に任じられた。しかし翌年、収賄罪により収監されてしまう。1918年にようやく赦免された。その後は、広州後法軍政府に転じ、1920年4月、後帝、カオルの公認として財政部長に任ぜられた。しかし、同年11月に、 主席総裁の新春権が失脚すると、賃も辞職し、以後は、上海に空居する。1925年12月に、断気髄の下で、再び起用され、財政総長となった。翌年には、天津での中国無線電業講師の合弁に、参加している。国民政府時代になった1930年、聖火大学経済系教授兼財政部。 平成研究委員会主席となる。1935年にも財政部、平成委員会主席を務めている。1938年3月、中華民国維新政府に参加し、財政部長に任命され、5月には、花子商業銀行総裁も兼任した。1939年6月12日、上海にて病没。去年69、ありがとうございます。